お伝えしました。私たちは今清流として知られている三重県大台町の宮川に来ています。峰さん、今ここで大人気の体験があるんですよ。いや素敵ですね、このもう景色最高じゃない。あれ綺麗ですよね。おうおう、今ご覧いただいていると思うんですが、ボードに立ってパドルを漕ぐこの新しいスポーツ、サップというスポーツなんです。まるで水の上を散歩しているような感覚を楽しめるんですよ。あら、はい、こんにちは。皆さん、昨日から大雨だったんですけどね、はいはい、雨も上がって時折日差しも差し、今来ました小鳥のさえずりもね、あ、聞こえましたね。ちょっとムシムシしてますね。絶好の水上散歩日和になってますね。二人も爽やかだな、はい、今日朝のありがとうございます、ね、今日はその2日間は三重県からお送りします。三重県といえば先日サミット開かれました。そうだそうだ、ね、世界から注目を集めるこの三重県の魅力、今日は初夏の清流からお伝えします。また違う魅力をね、お願いしますよ。はい、そうなんです。今日ご紹介するのがこちら、じゃじゃん、はい、先ほどもありましたがサップ、サーフィンボードじゃないですよこれ、サップ、はい、皆さん